今日5、6時間目お話ししておいた通り、まあ、探究2時間連続でやるんですが、今日はまず5時間目に、この間希望を取った動画ね、この似た相手ですね、それを見て、どんな話になっているかまとめてもらいます。で、見るときにはクラスを移動するからね、1組が動画1、2組が動画2、3組動画3、動画4は一番端っこの選択教室ね。だから見るのは自分の教室じゃないよ。で、それぞれの教室に座席表が貼ってあるので、その座席表に座ってみてください。で、あえてクラスがばらけてあります。わざわざばらしてあります、ね、で、行った先で動画を見て、その後メモ取る時間とかあるんだけど、どんな内容だったかな、ね、それを、普段はお話をしないようなメンバーで、この内容だったねというのを確認してから教室へ戻ってきますかな。大体それが5時間目で、教室へ戻ってきたらば、今座ってる座席じゃない座席、後ろに貼ってあるよね、あの座席に座り直してください。5時間目の終わりはあの座席になります、ね。この間も言いましたが、色分けされてるんだけど、その色分けが動画1、動画2、動画3、動画4、わざとバラバラの違う動画を見た人でメンバー構成されているはず。一つぐらいちょっと同じのが出ちゃうので、どうしても印象の都合で ね。で、その中で自分が見た動画を紹介してあげてください。友達が興味持つように紹介してあげてね。ですか、ね。で、キーワードはアントレプレナー。アントレプレナーって知ってる人、この時アントレプレナーって何？知らん。わかりません。日本語に直すと起業家、アントレプレナーシップって言って、起業家精神、これからの時代とても大事なものになるんだけども、起業って会社を起こすこととはちょっと意味が違うの ね。今回勉強していくのは、ね、一緒に共有していくのは、なんだろう、知らないことにチャレンジしていくとか、ね、あるいは今疑問に思っていることを解決しようとする力とかね。そういうふうなのをひっくるめてアントレプレナーとして考えていきます。で、動画を見ながら結局アントレプレナーって何っていうのを6時間目に考えてもらう。だからあまり先生の方が詳しく言えないんだけど、もう一回言うよ、ね、アントレプレナーっていうのは社長の成功談聞く話じゃないよ。今日の動画もね、俺はこんななって偉くなったぜ、億万長者だぜって話じゃない、ね。どんな疑問に気がついて、どういうふうにしてそれをアプローチして解決しようとしてるかという話ね。そういうのをひっくるめたものをアントレプレナーというのですが、自分自身がじゃあ感じ取った、結局アントレプレナーって何っていうのを6時間目に話してみてね、あるいはメモでまとめるってことします。今日の流れです。動画の概要の裏側を見て、両面印刷になったら一番横長のやつ、横長のやつ見てね。基本これを見ながら動いてください。いいですか。まず活動の1、起業家の行動と情熱を知るというところね。お話しした通り、教室を移動してそれぞれの教室で、動画の視聴をします。配ったもう1枚のワークシート、もうメモを取りながら聞いて構いませんから ね。どんな話の内容だったかみんなで話し合いをするため、そこに書き込んでいってください。大丈夫、ね。で、それが終わってから、この活動1っていうのが大体5時間目ね、目安5時間目にやること。5時間目の終わりのところから活動2になります。終わったらば教室へ戻ってきて、今の席とは違うところでグループを作って、どんな話だったか共有をする、ね。その後、結局アントレプレナーって何、まず自分で考えてこんなだったねというのをそのグループの中でもう一度確認し合ってください。じゃあアントレプレナーがそれならば、じゃあ自分はどんなことにチャレンジできそうかな、ね。そういうものをやってもらって、今日やるのは活動の2までです。で、
こんなことができそうだっていうのを頭に入れてから、あ、少し時間を取ります。時間っていうのは1週間か10日ぐらい取るので、ね、そこから考えが進んだかなどうかなっていうのが活動の3です。大丈夫で、今回疑問に思ったことがこれ、月曜の6時間目探究って2年生でも3年生でもやるのね。で3年生は基本的に受験の仕組みを知ったりしなきゃいけないんだけど、2年生になったら本格的に探究をするの、ね、だその探究のネタ探しになるといいかな。来年1年間かけて研究していく内容の ね、もちろんこの中からじゃなくてもいいんだけど、新たに別のものを探してもいいんだけど、ね、何人かここから出てくるとちょっと嬉しいかな。リバセンです。今日も動画作った回があるかな、ね、いうところです、ね、大丈夫かな。今日の流れわからない人いける？はい、そしたらこの2枚と筆記用具を持って自分の動画視聴する教室で行ってください。ちょっと終わらないかもしれないけど、ちょっと廊下で待ってて行ってください。はいね、見やすいように枕変えていいからね。メモしてても大丈夫だからね。皆さんこんにちは。僕の名前は見つけ太郎です。このプログラムでは見つける、触れる、探るの3。ちょっとすいません、あの事実というか、このこれを見てその人がこう原体験だったことなどこうあるじゃないですか、項目が。だそれをみんなで書いたものを発表してたら、まあ、このことだけだよね。わかる？この動画を見てのことだけだよね。でそれをもとにしてどんなことに興味を持ったかとか、なんかそういうことまで話し合っていいんだからね。多分内容の確認だけだったら数分で終わっちゃうよね。終わっちゃうでしょ。だって多分大体10分ぐらいの動画なんだからさ、ほとんど同じ漏らさず書いてると思うんですよ。なんでそこで次のステップとしてどんなことに興味を持ったとか、どんなことがいいなと思ったとか、まあ、そういう、こう感想的なもの、それをお互い話し合ったら、あ、それ人のことも書いてもいいんじゃないですか、こういうことが良かったとかね、そういうようなことも書いていいと、そういう話し合いをその後やってください。大丈夫かな。はい、どうぞ。さあ皆さん、このまとめた内容で今度6時間目は自分のクラスでね、別な動画の人たちに説明するんだからね。大丈夫？大丈夫？この動画の内容とかいろいろね、ちゃんと説明してくださいね。はい、でそしたらばこれでここの教室では終わりなので、自分の教室に戻ってください。はい、じゃあお疲れ様です。はい、川崎コーチ見て聞いてくださいね。今日この後やることですね、さっきも言いましたが、今1、2、3、4それぞれ動画を見た、見てきて、今違う動画を見たグループ分けになってるよ ね。だから自分がどんな見た動画がどんなのだったか見てない人に紹介してあげてください。分かりやすく紹介してあげてください。大丈夫ですか、ね、動画1からいきますか。動画1見た人が1、2、3、4の順で、で、場合によっては動画、例えば動画2は2人いたりするかもしれないから、その人たちはそれぞれで紹介してあげて、1人がだいたい3分から5分ぐらい、まあだいたい3分ぐらいかな、人数ぐらいですからね、3分ぐらいで説明できるようにしてください。あんまり短すぎてもダメだということだね。かな、ね、分からない人大丈夫で、話を聞きながら結局アントレプレナーって何かなって考えながら聞くんですよ。 OK かな。はい、それでは動画1を見た人からどうぞ紹介してください。はい、どうぞ。はい、動画1、残り4分ぐらいになったんだけども、まだ紹介が終わりました。続けてね。で、そろそろ終わりのこと出てきたんだけど、そしたらそれぞれ動画の中でお話をしていた人たちが一番何を重要と思っていたか、それが次のワークシートに関係するので、一番大切に思っていたことをそれぞれ動画見た人の中で確認し合って、
本が見たところで大事に思ったらここだと思うよ。ほら。はいはい。それでは今の話し合いここまでね。笠先生が次のワークシート配ってくれるのでちょっと待って。今自分で動画を見て、まず一つ目、前の教室で同じ動画を見た人の中で意見の共有したりね、こういう話してたね。で今の時間で違う動画を見た人たちに、それを伝えるということもしたし、あるいは自分が見ていない動画についてもいろいろ話をしてもらったね。結果アントレプレナーって何なんだろう。これがそのワークシート2のところです。でこれは文章にしないで、実はさっきちらっとヒント言ったんだけど、彼らが大事にしていたもの、大事にしようとしていたこと、あるいは挑戦しようとしたことを、キーワードでいいので書き出してください。思いついたもの何個でもいいから、そこにバーって書き出してごらん。理解できた？ね、動画を見たり友達の発表を聞いて、結果アントレプレナーって何なんだろう、自分が考えるアントレプレナーについて、これから頭に浮かんだイメージ、それを単語ワードにして、それをダーッと書き出す。文章じゃなくていいよ。文章は難しいと思う、いきなりはね。思いついたものをバーッと書き出したいな。5分間でいくよ。はい、それぞれ自分の考えと友達の意見を聞いて、結局アントレプレナーってこういうのかなってね、まとめてったと思うんです。だからその考えをベースに、今度はワークシートの3番ね。じゃあ自分がアントレプレナーシップに基づいた時に、私は何ができるんだろうね。世界を良くするとかね、未来を明るくするとかいろいろね書いてくれてみたけど、それをするのに自分は何ができる、他人じゃないよ、僕は私は何ができるかなって、そこに書いてある通り大きなことじゃなくていいです。世界を良くするとかね、そこまで大胆なことじゃなくていいのでね、こんなことができそうだっていう課題テーマを考えて、なぜそれを考えたか、原体験ってそれね、要は理由ってことだね。でそれをやるにあたってはどんな方法でそれアプローチしたらいいかなっていうのが解決策技術っていうのもね、今の段階でこれができるできないは気にしなくていいです、ね、こういう方法があったらばできそうだ、こんな技術があったらできそうだっていうのを書いてみて、でさ、最後1歩目のアクション、そこまでいって、じゃあ僕は具体的に最初これをやってみたいね、いうふうにまでいきましょう。理解できた？ちょっとざっくりで分かりづらいかもしれないんだけど、ね、自分が考えたアントレプレナー、自分なりにじゃあ僕はその考えのもとに何ができるかな、ね、書いてみましょう。はい、時間は書き上げるのに15分間です。はい、どうぞ。今回の KT は一応ここまでね。で、お話ししといたけども、まあ、できそうなことを具体策とか書き出したけれども、頭の中にあるだけじゃなくて実際に一歩踏み出すことが大事ね。途中言ったけども、動画に出てた人たちも最初は漠然とした考えだと思うんだ、思うのね。それを少しずつ実現に向かってやってきて、結果みんなに紹介できるようなところになってるわけじゃない、ね、じゃあこんなのあったらいいな、頭の中にあるだけではなくて一歩動いてみましょう。いいですか、ね、はい。それではね、そのワークシートの1と2回収します。まずみんな4つの動画の情報を手に入れたんです。次ですね、アントレプレナーシップってもんなんです。ちょっと待ってください、っていうものなんですけど、これは自分なりでいいんだわ。
まあ、その起業家精神とかさ、そういうふうに訳される言葉ではあるんだけど、なんかこの人たちに多分共通してこんなことが言えるなとか、そういうことでもいいと思うので、まあ、この動画を聞いてみて自分なりにアントレプレナーシップっていうね、まず自分でやってみて、その後あの相談する時間を取るんですよ。まあ、ちょっと喋ってみようと思うんですが、まずちょっと自分の考えね、OK、5分取ります。スタート。企業のことだと言ってくれないから嫌だって何が関連してたんだっけ。え、最後の人って2人いたってこと。もういいや、レジが離れろよ。何でも関係かけてない。自分の策を抑えた。研究員何が似てた逆に何が入ったの。いいね。魚だと。大丈夫。いけるやん。水餃子食べる。小型に見えてきた。みんな噛みつき。まっすぐ餃子だって。俺がいい。めっちゃいい。あ、こっちがいい。あっちが。企業として利益と社会を良くすることの2つを考えて。なるほどな。利益ちゃんも大事や。あと行動力、それも大事。今まで不可能だったことを可能にしようとしている。人類のための企業。これは何か意図がある方かな。補足。正直にお話しますと、はい、企業の木の感じが。深そうだったけど。まあ、いろんな、ね、意味がある企業の方があるけど、これからの人類の生活を考えるんですね。地球温暖化を防ぐため技術の発展応用、あと資源の再利用こと書いてある。あと、ね、これ地球に足がありまして、地球の未来のためにいいでしょう。ああ、やっぱ素晴らしいな、こんな。みんなこれそれぞれの解釈でそのアントレプレナーシップというものを書いてくれました。確かにその通りじゃない。そういうことをやってる企業。